中井さんと木村さんが同じ高校でその文化祭で教室で出し物をやってた時にファンの子が集まりすぎちゃって2階の教室の窓から飛び出して逃げたみたいなドラマみたいだなって。浮かぶ絵が浮かぶなって。青春って感じで、うん、実はすごい売れ行きだったの文化祭、うん、先輩が超怒ってそれで逃げた。あそういうことだ、もっとドラマみたいでしょ。ドラマみたい、さらにドラマみたい。